はい、どうもマムです。今日はですね、リムバイドムの2020年秋冬新作第2弾レビュー。リムバイドムから発売されている2020年 A&W の新作アイテムですね、そのコージュル生地のセットアップとニットをレビューしていきまして、その後に実際着用するのはもちろん、セットアップは低身長はこう着たらスタイルが見えるよとか、低身長が目立ちにくくなるよっていうお話をしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。では本編参りましょう、どうぞ。はい、まずはニットから紹介していきます。お名前がミラノリブヘビーウェイト PO ニットでございます。 PO はプルオーバーかなでございますね。で、広げたらこんな感じ。かわいいねー。マジでリム史上僕結構一番気に入ってるかもしれないです。めっちゃ着用感とかね。値段がですね、4400円税込みでございます。で、カラー展開がオレンジ、ホワイト、ブラウン、ベージュでして、僕はオレンジを購入しました。で、オレンジがめちゃくちゃいいですね。繊維もですね、ベランジャ加工って言いますかね、いろんな色の糸が混じり合ってて、生地に立体感がありますし、その混じり合っている色も、色のチョイスもですね、よりなんか秋感を思わせるような色のチョイスをされているので、それがめちゃくちゃ可愛いなと思いました。で、質感も気持ちいいですよ。素材がですね、コットン 55%、ポリエステル 45% を使っております。まあ、コットンだけだったらごわつくし、まあ、ポリエステルだけだったらこうペラペラした安い印象になっちゃいがちなんですが、これはいい塩梅に配分されてますので、コットンの丈夫さもありつつ、ポリエステルの何やろ、この着ていて軽い感じがあるのでめちゃくちゃいいですね。で、ヘビーウェイトとありますが、かなりですね、こう生地の密度が濃い感じで編み上げられていて、分厚い生地になっております。ただ分厚い生地やからといってカジュアルになりすぎずにですね、いい感じのドレープ感とかもありますんで、まあ何とも言えない絶妙な表情になってますね。で、シルエットは少しオーバーサイズという風にですね、ゾータウンで書かれておりますが、僕たち低身長ですね、165cm 以下とかにとっては割とまあ普通にオーバーサイズでございます。ちょうどオーバーサイズでトレンドっぽく着こなせるサイズ感になっております。袖が長めに作られておりますが、しっかりリブがついてますんで、この腕周りで、生地が溜まってですね、そこもより可愛いシルエットにつながっているかなという印象です。で、一番の特徴がここですね、この裾、普通ニットというのは裾がですね、こうリブがついてて絞られているシルエットになるんですよね。まあ、スウェットとかもそうですが絞られています。ただ絞られているとどこかこう可愛げな印象というか、カジュアルな印象が生まれてしまいがちです。ただここはもう切ってリブを、置かないことによってですね、スラッと、まるでカットソーのような仕上がりになっております。カットソーのような仕上がりですが、ヘビーウェイトの生地を使っているニットでございますので、カットソーのいいところとニットのいいところをこう掛け合わせたようないいアイテムでございますね。ここに、しっかり、切り込みが入っております。裾の部分ですね。なのでこう少しオーバーサイズに作られていますが、ここに、切り込みが入っていることによって、まあ、メリハリのついたシルエットになっております。まあ、一つ好き嫌いが生まれるかなと思ったところは、まあ、ちょっと重いニットなんですよね。重いアイテムですので、ちょっと苦しいアイテム嫌やなとか思ってる方には無駄ないです。ただ別に、僕は全然重いの全然気にしないんで、むしろ重いのかなんかこうずっしり着たい時もあるんで、全然それはいいかなっていう感じです。オレンジはメランジ調になっていて、いろんな糸が混じってるって言いましたが、ホワイト以外のカラーは全てメランジ調になっているそうです。はい、ゾータウンのホームページでも大体のこのメランジ調の雰囲気が伝わると思いますので、別のカラーの色彩はぜひホームページでご覧ください。2020年秋冬初めて買ったニットですが、めちゃくちゃ満足度高い一品でした。ぜひ皆さんですね、ニットいいのないかなって探している方はめちゃくちゃおすすめの一品でした。はい、お次は皆さん楽しみにされていたコーデュロイのセットアップのレビューをしていきます。お名前が A411W コーデュロイセットアップでございます。多分これ 11W はこれ 11W かな、わからんけどそんな感じです。価格はですね、9900円税込みでございます。上下で9900円です。安いですね。で、カラー展開がライトグレー、チャコールグレー、ベージュ、ライトベージュでございます。でね、おすすめのカラーが、まあ、全部いいんですけども、初心者の方は、まあ、基本的にチャコールグレーを選んでいただければ問題ないかなと思います。
僕はですね、トレンド色の強いライトグリーンを選びました。低身長の方におすすめなのが就職色、暗い色のチャコールグレーでございまして、その次にベージュもおすすめでございます。トレンドを意識してですね、おしゃれが好きかなというか、もう定番色は持っちゃってるから、今9900円でそんなに高くないし、冒険しようって方はこういうライトグリーンとかですね、ライトベージュを選んでください。ライトベージュもなかなかいい色味だったんですけども、僕は今回は一旦ライトグリーンにしました。サイズは SML 展開でございます。僕は M サイズを購入しました。 164.5cm、52kg、 また下が 64.5cm です。こちらユムバイリノムのエジュエーダルから発売されているセットアップのですね、ジャケットです。 S はちょっとちっちゃかったんですよ。なので僕は今回は M を注文しました。 164.5 でちょっとちっちゃいって感じたので、155とかの人でも S は全然着れるかなと思います。僕のおすすめサイズはオーバーサイズに着るなら155あたりの人はですね S サイズで、165あたりの人が M サイズ、170以上も L サイズ着た方がよりトレンドっぽくダボっと着てていいと思います。でまた着ていきますがですね、僕は正直もう L でもいいかなっていう感じでした。オーバーサイズ僕好きなんですけども、オーバーサイズ好きの僕からしたら正直もう L でも全然いけるなっていうサイズ感です。僕の身長が大きくなったりだなで、素材がコットン 79%、 レイヨン 21% です。まあコーデュロイ生地でレイヨンが入ってるのってすごい珍しいくらいですか。僕なかなか見たことないんですけど、でうねがですね結構細めの作りになっておりまして、 GU から発売されているCPO ジャケットのセットアップとかは腕がねもう極太、本当に。ただユニクロ U から発売されているコーデュロイシャツとかはかなり腕が細くてですね、まあ見た目で言うとそのユニクロ U のコーデュロイシャツと GU の CPO ジャケットのちょうど中間ぐらいの腕の太さでございます。結構腕は細めの印象でございますね。で細めの腕はどういう効果があるかというと、切り目な印象にしてくれますので、かっこよく着こなすことができやすいアイテムになっております。まあ、レーヨンが入ってることによってコーデュロイにはない、見たことないこの光沢感がありますね。僕は正直マットな素材の方が好きなんで、まあ、なんとも言えませんが、まあ、この光沢感はマジでなんかコーデュロイ生地には見たことない素材で、かなりこだわって作られたんやなっていう印象です。でアイテムの詳細を見ていくとですね、まずパンツから見ていきましょうか。パンツはしっかりセンタープレスの効いているテーパードパンツになっております。びっちりセンタープレスでして、で、太ももから足首にかけて細くなっていっているシルエットです。僕は下 64.5cm で M サイズにしましたが、まあ、サイズ感こんな感じですね。結構まあいい感じに履けております。今はまあ首丈とか 9.5 分ぐらい、昔のトレンドはアンクル結構上目にいってたんですけども、今だんだん下に下がってきて、まあ、ジャストレングスぐらいがそれはトレンドっぽくかっこよく履けますので、ぜひですね僕と同じ 64.5cm の股下の人は M をおすすめいたします。ドローコードはなしでですね、でウエストは、ゴムが後ろにだけついておりますね。で後ろにだけゴムがついているとタックインとかをした時にですね、こうベルトの表情とかを見せやすいんで、ウエストのゴムが後ろだけについてるやつは、まあ、機能性とデザイン性両方兼ね備えてるなっていう印象です。チャックももちろん、ついておりまして、開閉もスムーズです。開閉スムーズ、イエーイで一応ここに裏にもボタンがついておりまして、ボタンはこんな感じの色です。ポケットが前に2つ、後ろに2つついております。後ろポケット両方ともボタンが使われていますので、そこは素材をケチらずに作られていてかなりいいなという印象です。続いてジャケットを見ていきましょうか。ジャケットはですねシングルタイプのジャケットですね。ここに、ボタンが2個ついております。ボタンはパンツと同じような素材でかなりこう可愛いボタンになっておりますね。 GU とかのボタンはもっと安っぽくて、まあ、ドン引きするぐらいの時があるんですけども、これはなかなかいいボタンかなって、ボタンマニアの僕からしたら非常にですねいいなと思いました。で、ポケットが毎度おなじみのですねこの斜めに入っているタイプで、まあ、これもですね何やろ、確かヨーロッパ風なんだよな、分からない多分ヨーロッパ風だと思う。手を入れやすいしですね、なかなか見ないデザインなので、これもまあ好きな人は好きかなっていう印象です。
して裏地こんな感じです。この裏地の色めっちゃ可愛いね。これこの裏地の色具合のなんか欲しいな、シャツかなんか欲しい、うん、でツルツルになってるんでそれも通しやすいです。まあニットとかねコーデュロイ生地だとすっげえ壊すけど、こうやって裏にツルツル素材にしてくれてることによってニットとかも着やすいんで、まあ、冬は重ね着がね多いんでこれはめちゃくちゃいいなっていう印象です。でまあ内ポケットもしっかりついていますね。で裏見ていきましょうか。裏は、切り込みが入っておりますので、ボックスカットだとカジュアルな印象になるんですが、まあ、切り込みが入っていることによって肩の落ちたボックスシルエットでありながらも綺麗めな印象を保っております。でジャケットのレビューは以上です。でここからは低身長におすすめなセットアップの合わせ方を話していきます。でこういう明るい色のジャケットとかアイテムを着るときは別のアイテムを黒を持ってきて引き締めるといいよってね僕はいつも言ってるんですが、ただこのアイテムに黒を持ってくるとかなりこうアイテムこのグリーンと黒の色の落差が激しすぎて、どうしてもめちゃくちゃなんかギャップがありすぎてねなんか違和感感じるんですよ。なので僕はよりトレンドを意識してこんな感じですね、ライトベージュとかベージュとかグレー系のオープンカラーシャツと合わせてみました。普通にカットソーでももちろんいいんですが、シャツと合わせることによってよりこう綺麗めな印象に持っていけて、低身長はやっぱ子供っぽくカジュアルになりすぎるんで、そこをですね、オープンカラーのシャツを着てより綺麗めな印象に持っていきました。ただしジャケットセットアップにカットソーでももちろんいいんですが、カットソーよりもですねオープンカラーシャツの方が綺麗めな印象に持っていきますので、僕たち低身長はどうしても子供っぽく見られやすいのでシャツを合わせて綺麗めな大人な印象に持っていきました。で普通のシャツでももちろんいいんですが、普通のレギュラーカラーシャツよりもオープンカラーの方がいいと思います。その理由ですね、レギュラーカラーはさすがに綺麗すぎる、もうスーツみたいになっちゃうんで、それだとオシャレとはちょっとずれちゃうんで、オープンカラーの方が初心者さんも合わせやすいかと思います。でですね、まあ、タックインをした方が足が長く見えるんですが、タックインをするとなんかこのコーデやりすぎてる、まあ、クラシックに持ってきすぎてる印象になっちゃうので、僕はタックアウトもう裾は出す方がかっこいいかなと思います。ベージュとかのオープンカラーシャツで色の統一感ですね、ワントーンカラーコーデに持っていってトレンド感を出しておりますし、シャツというアイテムで綺麗めな印象に持っていき、より大人っぽくですね低身長でもかっこよく着れるように持っていきました。もう一個オープンカラー選んだ点がですね、襟が開いていて首が長く見えますんで、より小顔に見えやすいんですよ。で小顔に見るともちろんスタイルもよく見えますので低身長が目立ちにくくなります。でもちろん合わせている靴は底の3センチ以上でプラス2センチのインソールを入れる革靴を合わせております。なので身長を物理的に5センチ持った後、その他3つのですねスタイルアップ効果でよりスタイルをよく見せておりますので、低身長の方でもかっこよく着こなせるコーデかなと思います。ぜひ参考にしてみてください。これすごい参考になるんちゃう？どう？2020年秋冬第2弾ですねから発売されているミラノリブヘビーウェイトプルオーバーニットと 0411W ボーデュロイセットアップを紹介していきました。 164.5cm 間の目線でレビュー紹介していきましたので、ぜひ同じような身長の方は参考にしてほしいです。またこの商品もレビューしてほしいとかいうのありましたら、ぜひコメント欄にて受け付けておりますのでお願いします。でこの動画良かったよって方は高評価をお願いします。全然良くないよって方は低評価していただいて、その良くなかったところを教えてください。では今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。